は、ウイワンガー暴言隊のお時間がやってまいりました。私、隊員の清水圭です。そして隊員の川口俊です。そして隊長のジミオンシです。いやー、今日はね、はい、長いクリフハンガー歴史に始まって以来、はい、3カ国対抗、3つの国からお父さん、子供、隊員と全国ネットですね。いや、それはまた別の話はしますけど、インターナショナルですねという感じはありますけど、全国ネットではありません。名古屋地区の方中心に楽しんでいただいております。ということでございまして、今日は一体ここはどこなんでしょう。はい、ここはですね、名古屋市天白区にありますブッチーンです。あ、ブッチーンね。ここはあのプリンが名産なんですね。ブッチーンプリン。うわさあ、それでは本日の3カ国からやってまいりました出場親子隊員をご紹介しましょう。はい、あちらにいます。隊長、この旗を見てどこが分かりますか。あ、この旗ですか。ええ、アメリカじゃないですか。アメリカ違います。隊長、しっかり。アメリカは星がいっぱいあって、そこに赤と白のラインを。なるほど、バンコク白ですね。バンコクどんな国やそれ。日本の好きな食べ物。 Do you like Japanese food? ご飯。ご飯が好きね。嫌いなのは。嫌いなのは。嫌いなものは寿司。寿司。あ、寿司。寿司嫌い。でも寿司なんかご飯入ってますよね。ねえ、生のレアフィッシュがダメなわけなあ。ああ、そうか。なあ、お父さんはどうですか。何が好きですか、日本の食べ物。寿司は一番好きです。あ、お父さん。はい、はい、アントニウス・リッキー君。リッキー君。リッキー君、12歳。12歳です。12歳、小学校6年生。6年生。あら、大きいね。大きいですね。どっから来たんやな、国は。インドネシア。あ、おい、インドネシアです。インドネシアで。ね、インドネシアと日本とどっちが面白いかな。日本です。日本、どういうところが面白い。どうして、どうして。雪あるから。え、雪があるから。インドネシア雪ないもんな。お父さん、お仕事は。仕事は、インドネシア航空。はあ、インドネシアガルダ航空。はい。これ何。ガルダ。あ、これはガルダ。はい、ガルダ。ガルダは、一番大きい鳥。はあ、はあ、インドネシアで。はい、あのシンボルみたいな。あ、シンボル。なるほど。日本代表。あ、日本代表ですか。日本代表ですよ。日本代表。ゴリ君は今まで海外行ったことあるの。あるよ。どこ？どこ？海外でしょ。うん。グアムと。ほう。ハワイ。なんかお化粧するの好きやねんて。じゃあキャンプの時に一回化粧しただけで、そんだと行くまで。そう、化粧で何の化粧？綺麗かったんやろ？うん。ちょっとね。さあ、それでは三カ国対抗でお送りする本日のクリフハンガー冒険隊。はい。第一ラウンドは一体何でしょう？はい、第一ラウンドは。三カ国相撲大国。イエーイ。ブッチーンには花籠部屋も稽古に使う土俵がある。ここで父親子供隊員それぞれで巴戦を行うのだ。三国対抗相撲合戦。はい、スタンバイが整いました。じゃじゃーん。じゃじゃーん。やる。どう。涼しい。涼しい。涼しいね。そしてリキ君。きつい。きつい。きつい。よし、早く買って終わろうな。はい、ひろゆきは。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。日本人。さらに父親隊員と子供隊員のしこ名がこんな風に決まった。東星十字。西小蛇。笑ってますね。気をい。乗った。乗った。乗った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 。乗った乗った。ダメ。コジャカルタの勝ち。さあ、2回戦は今負けました。はい、星十字と若古いの戦いですね。若身長的には若古いがちょっと大きいんですが、はい、若古いちょっと女性的なところありますから。ちょっとダヨッとしてます。おっきよーい、のぼった。のぼった、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 技が出るかもしれない。コジャカルタは押しでいくと思うんですよ。そうですね。手をついて。あっ、きよーい、
のおた、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 小ジャカルタの勝ち。いや、小ジャカルタ優勝。では対では強かったです。強かった。さあいよいよお父さん隊員の戦いです。はい、第1回戦は豪州山対大ジャカルタ。ねえ、豪州山はね、星十字が一勝もできなかったんで、そうそう、ぜひ頑張っていただきたいところです。はっけよーい、野田。どうぞ。え、野田ビンズレレディゴーよ。もう一度。もう一度。いいですか、いきますよ。日本語が分かっておりません、お父さん。ケオーイ、ノータゴー、ケオーイ、ノータ、ノータ、ノータ、おー、押し出して、豪州山の勝ち。イエーイ、一気に押しましたね。相撲はやったことありますか、はい、どこでやってる、どこで、はい、あの、相撲は、相撲はどういうたらいいんですかね。上手、分からない、分かんない、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとう。お相撲はよくご存知ですか。はい、ご存知ですか、うん、やったことはありますか。うん、わからない、わからない。どうもありがとうございました。僕もわからない。ただいま負けてしまいました、王者カルタと、そして、日本代表タカフルイです。タカフルイはやはりね、昔水泳やってたというだけありましてですね、なかなか自信があると思いますが、オッケーオーイ、ノータ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 、オッケーオーイ、ノータ、ノータ、オッケーオーイ、オッケーオーイ、ノータ、ノータ、高古いの勝ち、上手投げ。リッキー、リッキー、お父さん負けてもだよ、2つとも。せっかく2つとも勝ったのにな。お父さんってやって勝つ自信ある？あるな。さあ、ということで、ともえ戦、決勝戦は、豪州山対高古いということでございます。これはなかなかいい一番が見れるんじゃないでしょうかね。体重なんかもほとんど同じぐらいですからね。はい、さあ、力の豪州山か、技の高古いか、といったところです。ね、これはなかなか見応えのある一戦になりそうです。はい、オッケーオーイ、野田。さあ、一気の突きが出るか。おっと、豪州山の、豪州山の一気の突きだ。いくよ、おーと、いらっしゃー。上手投げで、片振りの勝ち。イエーイ、かっこいいよ、かっこいいよ。相手どうでしたですか。やっぱりすごく力強いですね。強いですね、やっぱり技で、もうちょっとひねったんですけども、出なかったらやっぱり出されてますね。やっぱりやりましたね。やりましたね。日本代表古井親子隊員がですね、子供さんが1勝、お父さん隊員が2勝ということで、はい、3ポイント獲得。イエーイ。そしてインドネシア代表、はい、リッキー君が頑張りまして、小ジャカルタが2勝ということで2ポイント。イエーイ、頑張った。そしてオーストラリアから来られました、はい、ケール君は1勝もできなかったんですが、うん、お父さんがですね、1つ勝ちましたので、はい、1ポイント獲得。第1ラウンド終わって日本代表がリードです。Thank you.
続いては第2ラウンドです、はい、第2ラウンドは一体どういう競技なんでしょう。はい、はい、第2ラウンドはですね、鳥お手玉フリースロー。鳥居のてっぺんにお手玉を5個投げて何個乗るかを競う。乗った数がそのまま得点に。これはなかなかコツがいるぞ。ということで、これはケータにとても得意なようですが。何お手玉得意なようですので、はい、あのジミー隊長とお手玉を見せてもらいましょう。隊長、僕には勝たねえよこれは。これやめときて。大丈夫ですか。だってお手玉2つ持っただけで僕はもうこういう、はい、こういう状況ですよ。こういう状況ですよ、もう僕は。すごい。あ、惜しい。惜しいな。ダメです。2投目、用意。おっ、あ、あー2人ともダメです。3投目、用意。あいた、あはは、あいた、全然あかんわ。よし、来い、もうこっちからだ。あと2つです。4投目。あ、俺全然あかん。全然ダメじゃないですか。はいはい、やめましょう。失礼しました。ラスト、乗って。さあ、ということで鳥の上にね、お手玉乗せてもらいましょう。ケールバスケットやってるから、ほらこういうの上に乗せたりするのは得意じゃない。うん、かわいいなお前は。さあ、それでは行きましょう。ああ、1投目誰も乗らん。さあ、続いて2投目です。頑張れるべき。おー、乗った、よっしゃ、あーっとリッキーとヒロイキが乗りました。さあ、三投目です。乗った。おお。またリッキーとヒロイキが二つずつ乗ってます。ケールはまだ一個も乗ってません。さあ、四投目です。あいがあ。ああ。このせ。ああ、ダメだ。さあ、ラスト。ラスト。今のところ。はい。リッキーとヒロイキは2つずつです、はい、ケールは1つも乗ってないので、はい、ケールは何としてもこれを乗せなければ頑張れ、差がついてしまいます。はい、よーい、乗った、あー、惜しい。さあ、リッキーが、あー、あーさあ、ということでリッキーとヒロイキが2ポイントずつ獲得。イエーイ。ケール、残念やな。お父さんに頑張ってもらおうか。うん、ね。さあ、続いてはお父さん対決です。はい、子供大変からちょっとお父さんに応援の言葉をいただきましょう。さあ、ひろゆきくんが言ってみよう。はい、僕より乗せんかったら恥だよ。恥だよ、恥だよ。ねえ、背も高いし近いねんもんね。さあ、リーガン、リーガン、励まし、え、頼もう、頼もう、頼もう。ねえ、道場破りみたいなやつですね。ねえ、はい、そしてリッキー、リッキー、ちゃんとやってください。ちゃんとやってください。はい、はい。さあ、行きましょう。まず1投目、よーい。まだ近くでもいいですよ。あ、惜しい。みんな人の見ながら、おー、乗った、いきなり乗った、おー、乗った、乗った。さあ、2投目いきましょう。はい、セカンドスローです。乗った、乗った、乗った、落ちてきた、あ、落ちてきた、乗った、これやった、ゆっくりやったな、よー、ゆっくり、お父さんうまい。さあ、サードスロー。あ、ダメだ。あ、さあ、お父さん2人で、あ、さあ、4投目、おいしょ、乗った、ゆらぎのお父さん乗った。ということでございまして、4投目まで終わりましてですね、ケールのお父さんが0です。そして、ひろゆきのお父さんが2個、はい、そしてリッキーのお父さんが3個乗せてますよ。やったー、やったー。さあ、行きましょう。5投目です。行きます、頑張れ。乗った、あー、惜しい。やー、乗った、おー、うまい。頑張れ、頑張れ。すごい、すごい。
ということで、ただいまのですね、お手玉投げはですね、なんとお父さんがすごかった、すごい、はい、5個投げて4つ乗ったんですから、4つ乗りました、5打数4安打猛打賞、はい、すごいですね、すごかった、いいな、いいな、スロトさん、スロトさん4つのリッキーが2つで合計6ポイントのラウンド取りました、そして、ひろゆき君が2個、そしてお父さんがですね面目躍如の3個と、ということでございましてですね、なんと5ポイントプラスリーガン親子ですがね、はい、子供たちのお父さんたちともゼロということで、今回プラスなしと。前半戦が終わり、アントニウス親子とフーイ親子が8ポイントで並んだ。一方、オーストラリア出身リーガン親子はまだたったの1ポイント。後半戦はファイトだ。さあ、第2ラウンド終わって、オーストラリア出身のリーガン君がちょっと遅れております。はい。第3ラウンド頑張っていただきましょう。どういう競技なんでしょう。はい、第3ラウンドは、だるまさんが転んだ三国語バージョンです。日本の子供にはおなじみのだるまさんが転んだ、この遊びを日本語、英語、インドネシア語の3カ国語バージョンにアレンジ、ジミー隊長に見つからないように早く国旗を取るのだ。だるまさんが転んだって英語でイングリッシュでなんて言うの、え、フォローバー下唇を噛んでフォールズ、フォールズ、フォールね、はい、フォールズ、はい、フォールズ、すいません、下唇、オッケー、ミスターダルマ、フォールズオーバー、フォールズオーバー、インドネシア語ではダルマさんじゃと、ダルマさんじゃと、誰が転んだんですか、ダルマさんじゃと、ああ、ダルマさんじゃと、オッケーオッケー、プリクワも知ってますね、ダルマさんが転んだ、ダルマさんが転んだね、三角語を覚えました、英語では何て言うんですか、隊長、はい、ミスターダルマ、ラブイズオーバー、ラブイズオーバー、アホ。You know that game in English, red light, green light? Like you said, say someone's name. Omera. Yeah, they get to go for it. さあ、それではだるまさんが転んだ三冠王バージョン、はい、行ってみたいと思います、はい、隊長もよろしくお願いします、よろしくお願いします、ミスターだるま、ホールズオーバー、ダルマさんが転んだ、ケイル、バック、ダルマさんってと、ポールさん、バック、足が動いちゃいました、ミスターダルマ、放送はケイル、大丈夫かな、ボヨヨそんな頑張ってますね、グジュ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 、オッケー、ニュー、ダルマさんじゃと、この足震えてへんか、この足、この足震えてへんか、この足なんとの、ちょっと震えてますかね、あ、まあこれ大丈夫にしときましょう、ダルマさんが転んだなんでこのお父さんは先からこの体勢のままなんですよ、苦しいって分かっているのにこのまま前へこう吹くんですよ、不思議なお父さんでんな、ミスターダルマ、放送はセーフですか、セーフですか、セーフですか、どうぞ、ダルマさんけど、セーフ、あっと、さあスロートさん、あと引き抜くだけ、ダルマさんが放だ、お見事3ポイント獲得、イエーイ、イエーイ、ミスターダルマ、ホーダミスターダルマ、ホーバーダルマさんじゃと、さあ、ケールのお父さんがもう肌に手がかかっています、ダルマさんじゃと、コングラチュレーション、イエーイ、2ポイント獲得、ひろゆき一発ポイント獲得、やった、第3ラウンドが終わってアントニウス親子が11ポイントでトップ、2点差で古い親子が後を追う、大差をつけられたリーガン親子に逆転のチャンスはあるのか、ラストラウンド頑張ってください、はい、正々堂々と戦うぞ、
さあ参加国対抗でお送りしてまいりました本日のクリフハンガー冒険隊、はい、いよいよ最終ラウンドです。そうです。最終ラウンドの競技はどういう競技でしょう。はい、神社参拝大障害レースです。まず手押し車でスタート。石段に置かれた自分の国のコインを3枚拾いネットグビ、最後にコインを賽銭箱に入れてゴールイン。得点は2倍だ。ということはつまりヴィーガン親子は1位でも冒険王になれない。アントニウス親子は1位なら冒険王、2位で古い親子が1位になれば同点決勝だ。冒険王をつかむのはどこの国の親子なのか。よしパパ、うん、マパムシチョパティア。ビカタス。いや、ダルシドムシチョパティア。ブガ。パン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 。教授。いや、いや。なるべく低くかがんで、うん、落とさないようにしっかり持ってね。うん、さあ、それでは泣いても笑っても第4ラウンド、これで冒険王は決まります。参りましょう。川口隊員よろしく。はい、わかりました。よーい。頑張れ。頑張れ。さあ、やりました。おーっと、おーっと、お父さんと子供の大きさが違う。全然、子供の方が大きい。リッキーが今倒れました。さあ、トップで来たのは日本代表のひろゆきか。手押し車でやってきたのはひろゆきだ。さあ、日本の日本の円を、円を、おっと、敷居を、さあ円を2枚、そして円を3枚、さあやってきた、ここからは1人だ、さあネットくぐりだ、さあリッキー頑張れ、ルピアを拾え、そうだ、頑張れゲール、さあ網が絡まっている。さあ、ルビアをぶっちぎらって。さあ、さあ、さあ、こっからはリッキー一人だ。あーっと、ひろゆきが出て今、賽銭箱に日本円を入れた。いっちゃー。さあ、はよー、はよー、リッキーが頑張ってる。さあ、ケールが来た、ケールが来た、ケールが来たぞ。ケール、頑張れ、頑張れ。あーっとリッキーが2位でゴールイン。さあもうちょっとや、首だ首だ、首首首を発生。あーさあケールが今3位でゴールイン。さあということでひろゆきがトップに入ります、はい、2位のですねリッキーと15ポイントで並びました、はい、緊張してます。緊張してる。最後2人きりで勝負。大丈夫です。大丈夫。さあインドネシア対日本の一騎打ちです。頑張っていただきましょう。よーい。さあ今スタートしました。重い重いリッキーをお父さんのお父さんが一生懸命応募してやってまいりました。さあ鳥居の下まで来るのはひろゆきの方が早い。さあ落ち着いて、あ乗ってない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 よ。さあ乗らない乗らない、なかなか乗らない。おっとひろゆきが乗った。さあ落ちて、1位乗った。さあこれはデッドヒートだ。逃げるひろゆきをリッキーが追った。さあ日本対インドネシアの対決だ。おっとリッキーは追いついたか。ひろゆきが抜けたな。ひろゆきチャンピオン。ということで古いひろゆき冒険を決定。リッキー君が、あ、リッキーが自分が通ろうと思ってネットを上へ上げた時にひろゆきも通れたわけや。なるほど。リッキー最後惜しかったね。1個目のお手玉が上の乗ったと思ったけどな。乗ったと思ったら乗ったと思ったらもろって落ちて。どうもご苦労さんでした。リッキーでした。ありがとうございました。イエーイ。今回出場してくれた親子隊員には冒険隊特製デイパックと親子トレーナー、そしてコールマンのキャンプストーブをコードにインプットした隊員証を発行します。そして冒険王にから冒険を差し上げます。番組でお仕込みください。テレビをご覧